まいちゃんです。はい、よろしくお願いいたします。いきなりね、こういいですね、やりたくなるタイプね。ありがとうございます。こんばんは。一応昭和な感じでやってまいりました。はい、素敵ですね、本当に好みです。あ、ね、ね、はい、一応この曲でね、みんなでいいね、スタジオが一つになりますね。嬉しいです。今日も素敵なパートナーだ。はい、坂村です。北里坂村です。よろしくお願いします。スーさんです。はい、スーさん、スーさんって言うんですよ。スーさん、司、あの司っていう名前で、はい、スーさん、ナムって言われわれの中ではね、お供え物お供え、あ、そうですね、してください。 SNS でいつもね、はい、今日は何供えてるんだってね。本当見てくれる人いるんですか。あれ、何、あれ、誰になってくる。じわじわきますよね。はい、何を備えてるんですか。いや、あれはあの、はい、のお店のお客さんが持ってきてくれる、はい、もうご飯を用意してくれるんですけど、あのつーさんは銀座で弾、はい、いてるんですよ、ギターを。はい、銀座のね、ガランバーという素敵なお店で、はい、あ、いつも食べる前に備えてるんだ。そういうことです。お供えをしてからそれをいただくというか、はい、そっか。ちゃんとそのために用意してるのかどうか逆なのか。そうなんです。用意がされたからそうなんです。そうなんです。バレましたね。はい、SNS ってそういうの面白いよね。そうです、なんか、いろんなの載せるのも、まあ、一般的なんだけど、はい、もう徹底してそれだけを載せていくとさ、なんか気になる、はい、え、またっていう。そうですよね。そうそうそう、それ結構大事かもしれないですね。大事大事ね、え、同じことでもほら、ヘイ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 言ってるのさ、ヘイ、ね、誰かのライブに行って、誰かが目指してるってどういうことだっていうね。いや、でも、それはそれは OK だよね。はい、覚えますもんね。ね、はい、すごい、絶妙なんですよ、その入るところが。ちょっと、つもりは本当に最初。そうでしょ。こういうことですよね。それで私ね、あの、初めてハートバトンに来た時に、はい、もう、すぐそこにハマってしまって、それで、はい、スカウトってことで。なるほど。あ、さっきのポケモンの歌すごく良かったです。超かっこよかった。びっくりしちゃった。なんかね、めちゃくちゃうまいんだなって。ちっちゃくなってますね。なんかみんなだから、ゲストさんもそうだし、アシスタさんもそうだし、ね、メインもそうだし、なんかみんなで作っていく番組でね、そういう雰囲気が出ていく。で、まいちゃんいつもさ、はい、ただいまって感じで言ってくれるから、はい、すごいなんか落ち着いてしまうんですよね。スーさんもそうですよね。そうですね、初めて来た時も温かい感じがで、言いながら帰ってたんですよ、はい、私たち。ねえ、そうやって言ってくれるのが何よりでございますよね。ぜひ、なんかほら、はい、やっぱり一回だけ出るゲストで来たりするとその場になれなくて、ね、少しこうやっぱりハイテンションになっちゃうのかローテンションになっちゃうのか、いつものじゃない感じでオープンやらなくちゃいけなくなるとね、もったいないじゃない、一回だけだったらね。だからなるべくそのままでいてもらえるようにね、はい、マンスリーがだからすごく嬉しいですね。そんなね、バージョンが見せられるしね。なんかあの先週 あのうちのピアニスト渡辺さんがあの緊張具合がねすごすぎて、私それちょっと若干ヒントです。あ、そうだ、見ててくれたんですよ。そうだそうだ、見てました。でもやっぱり、はい、ここでね、ピアノを置いてっていうのはすごい特別なんで緊張すると思うんですけど、キリンさんが隣で見てるから。そうそうそう、すごい近い、すごい近いよね。かぶりつきどころじゃないよね。舐め回してくださいね。あ、面白かった。さあ、今日はじゃあどんな曲を。はい、本日はですね、うん、もうなんか恒例となりつつある昭和歌謡のカバーを今日も持ってきました。はい、昭和歌謡の歌姫としてはね、ちょっと歌わないとということで、はい、ちょっとまたね、挑戦ではあるんですけれども、大好きなこの曲を演奏したいと思います。昭和歌謡の歌姫といえば美空ひばりさんでございますけど、私はあの美空ひばりさん の初期、子供の頃 の衝撃っていうのがやっぱあったんですね。私子供の頃あの白黒の映像を見て、ひばりさんの、子供が歌ってるんだってまずびっくりしたんですよ、歌唱力に。でいつかカバーしたいっていうふうに思って、ちょっとじゃあ挑戦したいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
夢がある、左のポッケがチューインガム、空を見た景やビルの屋根、
髪飾りとかでもいいし、バッグでもいいです。あ、いいですね。だったら誰でもできますもんね。そこ自慢しに来てって。あ、いいですね。全身で行っちゃおうね。絶対ここはね、お二人はもうあのガチガチで来るのはもう分かる。ガチから入るタイプだよね。楽しみでしかないですね、それはね。いつもライブの時ってみんな衣装なんとなく揃えるの？衣装は私はあの和服なんですけど、うん、メンバーまで和服にしてしまうとなんかちょっとそれっぽいバンドみたいになっちゃうから、うん、ナチュラルに。そんなちょっと写真も見てみたいけどね。はい、あ、そうですね。やったことあるよね、ジャケットでは。ジャケットではそうです、ね。はい、みんなも着てすごい。あ、すごさがね、めちゃくちゃ似合ってて。絶対似合うよ。これなんですけどね。絶対似合う。ほら。ラジオだから見えないけど。あとですよ、写真で。で、普段はね、スーツだよね。はい。今日は、はい、いいですか、もう一曲歌っていただいて、はい、次はちょっと昭和歌謡っぽくない曲なんですけども、うん、アルバム天井の中からちょっと一曲、あの会えなくなってしまった人、うん、皆さんいると思うんですけど、その会えなくなってしまったとしても、うん、その時のその人との空気感とか笑顔だったり、いろんなものが面影だったり残るじゃないですか、うん、それを歌にしてみました。灰色の世界でという曲です。Thank you.
戻ってくるんですよね。早く早く待ってよ。じゃあライブの告知をしましょうよ。はい、ありがとうございます、うん、次のライブは5月28日日曜 日、はい、日曜日東京ビッグサイトにて、うん、デザインフェスタに出演します。14時半から15時で。さっきすごい練習してました。練習してないでしたね。小ステージの方でやりますので、はい、ぜひ出してください。そして次の日は29日日曜日がクリスタルね、はい、マンスリーゲスト今月は5週目がありますので、はい、最後ですね、スペシャルで、はい、ちょっとバンドメンバーを引き連れていっぱいどうぞー、はい、はい、行きますので、ちょっとここ全部占領されてるね。私とビッチな向こうでね。あ、そうなんですかね。全然大丈夫でしょ。ね、すごくあっちにいる場合もあります。お客さんにペイちゃんに任せて。ペイ、ペイ。すごい。どうぞ使ってください。させていただきます。はい。楽しみでございます。はい。はい、そして5月30日は、はい、ね、新井ベンタさん。ね、スマーライブをやりますので、これは楽しみだ、ね、コラボもやろうっていうふうに決めたので、あ、そう、はい、ぜひ楽しみにいらしてください。負けないでね。はい、そうですね。やつは激しいぞ。そうですよ。めちゃくちゃでかい。私も声でかいですけど、なんかここまであの、はい、でかいなって思ったことあんまないので、はい、はい、負けないように。負けないで。はい、それが大会のもの。うん、晴れたら空に豆まいてでやりますので、ぜひ私のホームページから。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、じゃあ来週はね、はい、はい、おせで、おせで、ひっくりといきますね。はい、ありがとうございました。